さあ京王玉川駅そばにある東京オーバル京王閣にやってきました。今日はこちらで東京2020大会開催から1周年を迎えた記念事業調布サマーフェスティバル2022が開催されています。東京2020大会から1年が経ちましたが、皆さんはどんな思い出がありますか？いろいろな名場面が今でも思い浮かびますね。挑戦するアスリートたちの姿に大きな感動をもらいました。大会のかけがえのない感動を次世代に引き継ごうと調布市が継続して開催しているイベントがこの調布サマーフェスティバルです。会場はスポーツ体験、ステージパフォーマンス、文化体験や展示などプログラム満載でとても賑やかです。イベントを盛り上げています。今日は入場無料とあってたくさんの方が来場しています。さあこちらでは車椅子バスケットボールの体験が行われています。車椅子の操作方法からシュート練習まで指導していただけるので、実際に車椅子バスケットボールの魅力を体感することができます。車椅子バスケットボールは東京2020大会で調布市の武蔵野の森総合スポーツプラザが会場となりました。なんといっても男子日本代表は前回大会優勝のアメリカに決勝で惜しくも敗れたものの、見事種目初となるメダルを獲得、金メダルを獲得しました。車椅子バスケットボール日本代表のキャプテンだった豊島明選手が今実際に子どもたち、そして参加者の方の指導をしていただいています。元日本代表キャプテンの直接の指導を受けられるとあって皆さん大注目のイベントになっています。それでは車椅子バスケットボールの豊島明さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。島さん、車椅子バスケットボール男子日本代表、東京パラリンピックで見事銀メダル獲得しましたけれども、今1年が経って振り返ってみていかがですか？東京大会で、ファンになった方が足を運んで応援に観戦に行くということも増えてきてる、なというふうに思うので、まあ、いい大会になったんだなっていうのは感じてます。まあ、大会が始まってからチームは1段2段なんかギアチェンジして強くなったイメージはありますけど、まあ、そこに持っていけたっていうのはもう本当に僕ではなくて一人一人 の選手としてのプライドと、まあ、責任かなって思ってます。調布市と、車椅子バスケットボール連盟こう連携をですね、取らせていただいているところも多いんですけれども、今日もこのような調布市の皆さんと触れ合うようなイベントについてはどういうふうに思われますか？そうですね、パラリンピックが始まる前、パラリンピックが終わった後も継続して、パラスポーツの魅力を伝えたり、選手と子どもたちが触れ合うきっかけ、機会があったりするのは非常に、嬉しいですし、やっぱり東京パラで終わらせないっていうのが大切だと思うので、今年1年経ちましたけど、5年後10年後も続いていってほしいなっていうふうには願っています。ストップしてしまったりトレーニングもできない時期もあったので、そういった時にやっぱり一人一人注目のイベントとしてアスリートトークショーが開催され、ゲストには車椅子バスケットボール男子日本代表のキャプテンだった豊島明さん、そして調布市応援アスリートで東京パラリンピックのボート競技パラローイングに出場した有安良平選手が出演しています。これからしっかり二刀流になっていこうというような気持ちでいるんですけども、有安選手は市にゆかりのある現役アスリートを市を挙げて応援する調布市応援アスリートの指定選手でもあります。有安選手のすごいところ、それは東京2020パラリンピック競技大会でパラローイング競技に出場、それにとどまりません。2022年北京冬季パラリンピックではクロスカントリースキー競技に出場、夏と冬のパラリンピックに連続出場という偉業を成し遂げているアスリートです。東京パラリンピックから開催1年経ちましたけれども、今振り返ってみていかがですか？
本当に去年1年間、こう2つのパラリンピック出させていただいて、本当にいろんな経験をさせていただきましたし、いろんな意味でこうバタバタと慌ただしい1年だったなというふうにも思っております。東京大会が延期になったこともあってですね、本当に夏と冬の間が少なかったと思うんですけど、どのようにこう両立されたんですか？1年遅れはしたんですが、もうどちらもチャレンジすると決めたからにはやり抜こうというところで、東京が迫る中で時間もなかったんですが、スキーの練習も重ねながらコートの練習をしながらっていうのをずっとこう並行してやっていって、なんとかこう両方とも出させていただくことができたというような感じでした。二刀流という感じなんですけれども、有安選手はどういうふうに見てらっしゃるんですか？僕の中ではあんまりこうはっきりと2つ分けてあるというようなイメージではなくて、なんかこう一つの種目、水泳で言えばこうクロールと自由形とバタフライにエントリーしているとか、陸上で2競技出ているとかっていうようなイメージで、大きな意味でのこうパラスポーツという競技の中で2種目にエントリーしているというような意識で、両方こう常にこうパラレルに練習を重ねながらやっているというところで、僕のイメージして戦っているというような感じです。そして調布市応援アスリートということですけれども、何か市民の皆さんからの応援のお声とか印象に残っていることって何かありますか？やっぱ調布市に住んでたんですね、前で。調布市応援アスリートということで応援していただけてまして、本当に市民の皆さんの応援の声っていうのもいただくことが多いですし、例えば調布の司法をこう乗ってましたね、見ましたよ、応援してますとかっていうようなコメントをいただいたりとか、いろんな方から声をかけていただいて、本当にその市民の皆様のこの応援っていうのは直接力にやっぱなりましたし、これからもしっかりこれを結果でお返しして皆さんにこう楽しんでもらえたらいいなっていうことで、これからも頑張っていこうというような気持ちになっています。こちらにはラグビーの体験ブースがあるんですが、その横にラガマルくんが遊びに来てくれてます。こんにちは。今日のサマーフェスティバル楽しんでるかな？おお、耳で配布してくれてます。さあ、こちらの体験ブースでは実際に試合で使われるボールを使って的当て体験ができるようになっています。今小さなお子様が挑戦してますけれども、上手に的に投げることができました。実際の投げ方はですね、教えてもらいながら挑戦できるとあって、小さなお子様から大人まで皆さん楽しく体験されています。はい、ナイス。それでは東芝ブレイブルーパスの選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フルバックとウイングをやっています、桑山俊樹です。よろしくお願いします。ポジションはセンターとウイングをしてます、桑山敦樹です。よろしくお願いします。リーグワン2022シーズンは4位と活躍されましたけれども、昨シーズン振り返っていかがでしょうか？1試合1試合試合を重ねるごとにチームが一つにまとまっていって、チームとしていいシーズンを過ごせたかなと思います。個人的にはボールキャリーのところが強みだと思っているので、ボール持った時にどんなランニングをするのかっていうのを見てほしいなと思います。自分の強みであるディフェンスの部分、外側での駆け引きっていうのをたくさんの人に見ていただきたいです。昨年からホストタウンということで、調布市の皆様にも東芝ブレイブルーパス東京を応援していただくようになりましたが、昨シーズン以上に今シーズン頑張りますので、ぜひ会場に足を運んでいただいて応援していただけたらと思います。チームとしてどこのチームよりも面白いラグビーをやってる自信があります。それをぜひグランドに来て見て楽しんでください。よろしくお願いします。さあ、これよりステージでは調布市出身のソプラノ歌手新藤雅子さんと合唱団コールアンセムの皆さんが、オリンピック・パラリンピック開催国の国歌を歌おうと題し、素敵なハーモニーを響かせます。
調布市ではラグビーワールドカップ2019、そして東京2020大会と世界最大級のスポーツイベントが開催され、さまざまな取り組みが行われました。調布で生まれたかけがえのない交流や感動が次の世代へつながっていってほしいですね。